サミュエル・ベンジャミン・ワトキンス4世は、アメリカ合衆国フロリダ州、フォートマイヤーズ出身のプロアメリカンフットボール選手。ポジションは、ワイドレシーバー。NFL のボルチモア・レイブンズに所属している。2015年2014年の NFL ドラフトで、バッファロー・ビルズに一巡目4位で指名された。彼の指名をするため、ビルズは、トレードアップを行い、2014年の一巡9位。 2015年の1巡目と4巡目の3つの指名権をクリーブランド・ブラウンズと交換した。ビルズが1巡目で指名した、ワイドレシーバーとしては2004年のリー・エヴァンス以来で、ドラフトで指名された、ワイドレシーバーとしては2011年のエ j ジェグリーン以来の速さで指名された。2017年8月11日、2018年ドラフト6巡目、指名権とともに、 E.J. ゲインズと2018年ドラフト2巡目、指名権との交換で、バッファロービルズから、ロサンゼルス・ラムズに、トレードされた。2017年9月10日、ラムズのデビュー戦である、インディアナポリス・コルツとの開幕戦で5レシーブ、58ヤードを、記録した。第3週のサンフランシスコ・ 49ers 戦では、106ヤードの、シーズン初の見事なタッチダウンキャッチを記録した。 第9週、ニューヨークジャイアンツ戦で、キュービー・ジャレット・ゴフからのシーズン最長の67ヤードのレシーブをし、タッチダウンを記録した。このシーズン、合計39レシーブで593ヤード、8回のタッチダウンで2017年のシーズンを終えた。2018年3月15日、カンザス・シティ・チーフスと3年4800万ドルの契約を結んだ。 2021年3月26日、ボルチモア・レイブンズと1年600万ドルの契約を結んだ。レギュラーシーズンプレドラフト時のインタビューでは、好きなチームは子供の頃からバッファロービルズだと発言している。ありがとうございます。